皆さんこんばんは。ですね、新潟県は高田駅、上越市ですね。で、鉄道の名前がですね、なかなか覚えられなくて、Echigo Tokimeki Railway の、高田駅になります。さっきまで、ね、高田駅だと思ってたんですけど、駅の係の方に高田ですというふうに言われました。高田ですね。この駅がですね、ちょっとステンドグラスがはまってて、一見洋風な感じなんですけど、瓦屋根で和風っていう、ちょっと不思議なね、こう駅で、駅の周りのこうぐるっとロータリーも屋根がついてるんですけども、その屋根も、瓦なんですけど、なんかね、ちょっとね、暗くて分かりにくいと思うんですけど、和洋折衷みたいな、雰囲気の、屋根になってます。で、この屋根がね、こっちの商店街もですね、ずっとつながっててですね、ちょっとね、不思議な雰囲気の建物になってる感じですね。この商店街もね、結構向こうまで、駅の周りと同じような屋根がついてるんですけど、2021年6月13日日曜日で、時間はですね、19時55分、もうすぐね8時っていう感じなんですけど、おそらくこの辺りのね時短営業っていう感じではない雰囲気です。あんまりね意識してなかったんですけど、隣の駅が春日山っていう駅で、上杉謙信の確か居城だったお城ですよね。なんか山城、まあ春日山っていう山なんで山城っていうイメージなんですけど、ちょっと全くねこの時間に、なってしまったんで、暗くて分からなかったです。この辺はね、駅前からちょっと右に入ったあたりなんで、駅がですね、南北の方向に向かってあって、で西口を出てですね、西に向かってちょっと行って、で、方角変えて北向きに、こう、今歩いてる感じになります。なんかこの辺りは、飲み屋さん街なのかなと思って歩いてます。ここは中華料理屋さんですね。
でもまあちょっとね、日曜日ということもあって、まあ飲み屋さんがね、そんなやっぱり日曜日って、人がたくさん飲みに来る感じがないと思いますんで、まああんまり人は歩いてないのかなと思います。こっちがね、越後ときめき鉄道の線路側の方角ですね。で、今ちょうどだから線路のと平行に歩いてる感じですね。なんかこの辺の建物の作りは1階にこう屋根をつけた軒をこう作るっていう感じで、その下を歩けるようになってます。これを見るとキャバクラになるんですかね。ちょっとわからないんですけども、この辺りはキャバクラとかこうそういう夜のお店が多い感じなのかなと思います。いかんせんね、ちょっと日曜日なんでね、全然人が歩いてる感じじゃないんで、ちょっとわからなかったりとかします。向こう渡ってみましょうか。ここもスナックとかそういう夜のお店がたくさん入っているビルですね。この辺こういうお店がいくつもあって、でもどうなんでしょうね、テナント募集中とかも出てたり、あまり人がこう日曜日とはいえあまり人が歩いてないんで、どうなんですかね。あんまりこうあんまりばっかり言ってる感じですけど、ちょっとにぎやかな感じとは違うような気がします。で、ここが上皇寺大門通りという通りみたいですね。で、パブとかそういうやっぱり夜のお店がこの辺りはたくさんある感じなんですけど、ちょっとね、炭火酒場、男塾、ここが営業してるみたいですけど、お客さんは全然入ってなさそうでした。このスナックかラウンジが入ってる感じなんですね。なんか雰囲気のあるこうなんていうんですかね、昔は商店が結構並んでた感じだと思うんですけど、ここね、車がかなりスピードを出して通っていくので、車の音で声が消えちゃうのかもしれないですね。ちょっと聞き取りづらいとことかあったらご了承ください。なんか
大岡飯店っていう中華料理屋さんですかね。新潟もそうなんですけど、やっぱりこの中華料理屋さんって絶えず開けてますよね。あまり定休日とかもなく、こう日本に来て中華料理を始めようという人はすごい働き者なんですかね。ここは居酒屋さんなんですかね。もつ煮とかでも飽きない中ですけど、お客さんほとんどいないみたいですね。なんかすごく屋根が低くて昔の建物って感じですよね。ここは焼き鳥串焼きめっちゃ開いてるみたいですね。でこっちも居酒屋小料理屋さんみたいですけど開いてたりします。でここはとんかつ屋さんで、もう営業終わってるんですかね。でもまあ看板が電気ついてるんでまだやってるんですかね。スナックかぐや姫と餃子の店絆は、この餃子の店絆はやってるみたいですね。ここもスナックとかがたくさん入ってるみたいです。なんかこういうこう中が全くわからないです。スナックって昔からありますよね。でこの居酒屋オリエントっていうのはやってるみたいです。この屋根があってですね、歩くにはいいと思うんですけど、結構思い思いに作ってて、床とかもね段差があったりして、気を抜くとちょっとこけそうになったりします。でこの辺まで来るとまだやっぱりあの辺はスナック渚やってたりとか、かなり暗い雰囲気になってきたんですけど、この辺も商店っていう感じの作りの店が建物が多いですね。ここは焼肉なんですね。値段は全然わかんないです。本当に地元の人しかここは来れない感じですよね。でもうすぐ行くと中華そばラーメン屋さんですかね。中華そばって出してますけど、居酒食堂って書いてますね。でうなぎの蒲焼きも出してるみたいで、まだのれんは閉まってないので営業してる感じですね。で、お持ち帰りもできるみたいです。映像的にはめちゃくちゃ暗いと思うんですけど、もうちょっと行ったら折り返しと、左に曲がって折り返して商店街を歩きたいと思うんですけど、ここは1泊2日300円のお湯ホテルですね。
Joetsu Central Hotel. 1泊2日300円ちょっと怖いですよね。ちょっとね、雨がね降ってきて、今日ね天気予報夜から雨で、今までねあんまり降ってなかったんで、あの降らずに済むかなと思ったんですけど、ちょっとそういうわけにいかなくなったんで、どうしましょうかね。こっから小さな川があるみたいなんで、それを渡って駅の方に戻っていきたいと思います。右側お墓ですね。真っ暗ですよね、多分ね、映像を見てる人は。わかりますかね、これ。左側に、さっき歩いてた道と並行するように川が流れてるんですよね。で、こっちも川だったりするんですけど、かなり暗いんで、わからないかもしれないですね。光るロゴは何ですかね。ディータカテンって言うんですかね。ちょっと何屋さんか分かんないんですけど、上映してみましょうか。ディータカテンですかね。ちょっと読めないですね。で、なんでここまで来たかっていうと、ここもね、ちょっと見ていただいたらわかるんですけど、商店街の作りだったりするんですよね。で、そう、地図を見てね、ここ商店街かなと思ったんで、来たんですけど、ここはまた不思議なと、ちょっと自転車屋さんですね。小さな曲芸みたいな自転車が置いてたりします。で、ちょっと雨がね強く降ってきたんですけど、屋根に助けられてます。もともとは何ですか、駐車場だったんですかね。なんかこうタイムスリップして、でもね洋風が入ってたりとかして、上がね和風の古民家って感じなんですけど、古道具屋さんとかですかね。みんなのフレンチ、あ、フレンチレストランなんですね。ちょっとメニューかなんか出てますかね。まかないカレー、バターライス、無農薬野菜のサラダ、セット900円。カレールーのみ400円。で、夜は豚ほほ肉の味噌クリーム煮込みとマッシュポテト、無農薬野菜サラダ、スープ、春菊のパン。これは持ち帰りなんですかね。なんかすごいいい雰囲気のお店ですね。古道具屋さんかと思いました。でなぜか折り紙ペイが使えるっていう。モーニングとかもやってるんですね。なんか雰囲気がすごくいいお店ですね。
駐車場は、ないらしいのでご自分でこう探して止めてくださいみたいな感じですね。なんかかなり駅から離れたところにあるんですけど、いい雰囲気のお店ですね。で値段はちょっとね、この辺りの相場感とかはちょっと分かんないですけど、あの東京とかと比べるとすごくお手頃感があります。ランチ900円ですからね。まあでもこの辺だとちょっと高いって感じするんですかね。でここは眼科なんですね。ちょっとなんか眼科と思えないぐらい大きな建物ですよね。で駐車場もやっぱりすごい広いですよね。こういうやっぱり高額型みたいな感じにしないと、お医者さんもやっぱりなかなか患者が来ないんですかね。でこの辺りからね、もう少し雰囲気が違うですね。商店街になっていくみたいで、かなり屋根がね本格的についていくんですけども、ちょっとねこっち側も屋根付きの商店街とかだったり、こっち側もすごい暗いんですけど、商店街ですよね。ちょっとところどころ屋根がないので逃げそうになるんですけど、さっきよりね小ぶりになりました。この辺はやっぱり駐車場が必須なんでしょうね。必ず駐車場がないとやっぱりみんな車で移動するんでしょうね。でちょっとね真っ暗なのが残念で、皆さんどこまでこの雰囲気をお伝えできるか分かんないんですけど、なんかちょっと懐かしい感じの、あの屋根のある商店街って感じですね。でこの辺もやっぱり店の軒先は屋根がやっぱりあって、雪なんですかね。あのこの辺りってちょっと僕わからないんですけど、やっぱ豪雪地帯とかだったらやっぱ商店街屋根があった方がいいですよね。なんか薬撒いてるんでちょっと受けたいと思います。電気に虫が集まってくるんですかね。すごいこの辺は細いんですけどちゃんと屋根があります。でここは呉服町っていう町名になるんですかね。あのこの辺りから急に屋根が高い位置になって立派なあの商店街の感じになります。でこの辺は洋服屋さんとかあって、上はハローワークプラザ上越ってハローワークなんですかね。整体院とか歯科医院とか病院が
残ってる感じなんですかね。で、いろり屋、絶品せんべいとか、あとここはカフェなんですね。まだ店員さんは中でいますけども。ここは洋品店とか、なんかそういう感じなんですかね。かわいい音楽教室とか。もう少しね、明るくてこう撮影しやすいかなと期待してたんですけども、かなり真っ暗で、ここは何か広場だったりするんですかね。これは南出張所、市役所の出張所とかあるんですね。やっぱりこの時間になると商店街の店がほとんど閉まってて、この塾とかも終わってるんですかね。個別指導の塾ですよね。ここはステーキダイニング、ライス1杯無料、国産牛ステーキ1580。なんかいいかもしれないですね。ステーキ屋さんのサラダとかでドリンクのみのお客様も 大歓迎。なんか良さそうなステーキダイニングですね。ここは EP って書いて、イレブンプラザって書いてて、ダイソーがあったり、あとうどん屋さんがあったり、あと三直の居酒屋さんがあったりとかするんですね。もうちょっと行くと魚谷がありますね。ここはラーメン屋さんなんですけど、何時までかはちょっと消してますね。やっぱりあれですかね、コロナの影響で終わる時間をこういろいろ変えたりしてたんですかね。今日は新潟市内から新発田市行って、で加茂市行って、三条市行って、で高田市に来たんですけど、明日はですね糸魚川市、あ、その前に上越市で名古屋市の辺りを歩こうと思ってるんですけど、この辺り歩いて糸魚川市行って、で柏崎市で、で最後長岡市っていう感じのコースを考えてるんですけど、魚谷ですよね。魚谷も空いてるんですね。あ、そうで、
天気予報がですね、雨なんですよね。ちょっとね、やっぱり雨だとね、撮影大変なんで、傘差しながらね、カメラ持って、で、やっぱりところどころね、地図見ないとダメだったりするんで、地図を見るんですけど、そうなると、傘が持てないっていうね。なんでどうしてもね、ここは、地魚料理屋さんみたいですね。まだ営業中みたいです。そうそう、傘を持ちながらやっぱり地図を見るっていうのがね、難しくて、結構ね、道に迷いがちなんですけど、単純なこうコースでね、行けるところだったらいいなと思って、ちょっとね、ホテルに戻って、明日のコースをちょっと確認したいと思ってます。あんまりね、複雑なね、コースを考えてるとね、これ急にね、明るくなったと思うんですけど、この辺はね、この辺までね、屋根についてる電気を消してるんですけど、この辺からは明るくしてるみたいです。やっぱりね、どうしてもね、複雑な道を歩くようなねコースを考えてると、雨が降った時に道に迷いがちです。ここは塾なんですね。井出塾っていう。塾は大体遅くまでやってますよね。今ちょうど8時半なんですけど、ここも塾みたいですね。個別指導の。東京だとやっぱり9時10時ぐらいまでやってる塾とかもありますよね。この辺はどうなんですかね。ここは商店街なんですけど、タワマンが立ってる感じですかね。もう閉まってるんですかね。あ、日曜日休んでるんですね。この辺も銀行とかがあったりとか、こういう感じの場所みたいですね。で、繁華街としてはこのちょっと先で終わってて、で、ここはね、駅前の、こう、メインストリートみたいな感じだったなんですけど、なんていうんですかね。街中ウォーキング。これね、読みにくいですよね。元気とかですか。大体ね、4キロのコースに近いようなコースを僕も歩いてきた感じですよね。本町通りという通りなんですね。で、この縦はね、なんていう通りか、
わからないんですけど、ちょっと読み方がわかんないですよね。まあ、駅前通り、まあ駅前通りっていうドシンプルな通り名ですね。で、高田城址公園とかもあるんですね。もうちょっとこう昼間とかだったら、この辺のこう古い建物とかも巡ってもよかったのかもしれないですね。あとなんか桜のマークがすごく多いんで、このもうちょっとこうこっち側のね、方角を行ったところに桜並木があるのかもしれないですね。でここは馬唐揚げと居酒飯っていう居酒屋さんですね。でこっちはワン&デリのお店みたいです。で持ち帰りとかもやってて、本日のデリ盛り合わせ5種が1500円とかっていうのどうなんですかね。ワインが結構頼んでて、ワインが好きな人にはいいのかもしれないですね。で、あ、ガンギっていうんですね。この案内板にちょっと見えますかね。来ましたね。ガンギの街並みってあって、タウンスケープ with ガンギ。ガンギっていう町名になるんですかね。この辺一体ガンギっていうんですかね。ちょっとその辺は分かんないですけど、この前の通りは駅前通りっていう通りみたいです。で馬肉専門店とかあるんですけど、この辺りも馬肉を食べる習慣とかあるんですかね。馬の産地に近いところだと馬を食べる習慣結構ありますよね。熊本行くとね、九州の熊本行くとやっぱり馬肉の専門店とかってかなりメジャーな食べ物みたいで、僕もあの馬肉結構好きなんですけど、あの脂身があんまりなくて、あのめちゃくちゃ赤い肉っていう感じの、あのステーキとかするとね、あのヘルシーで美味しいっていう。で駅まで戻ってきましたんで、そろそろ植えたいと思うんですけども、スタート地点に戻ってきて植えたいと思うんですけども、やっぱこの周りの建物の雰囲気ちょっと面白い感じですよね。でこのここはもともとなんか噴水とかだったんですかね。水が流れるようになっているような感じなんですけど、
今水が流れてない感じですね。そろそろね終えたいと思うんですけども、なんかちょっと明日の雨が心配な感じで、そんな感じで終えたいと思うんですけども、本日も、視聴ありがとうございました。あとね20人ほどで1000人に行きますんで、ぜひねチャンネル登録と、あとはもういいねを押していただけると、あのページビューが増えるんで、いいねを押していただけるととっても嬉しいです。では、本日もありがとうございました。